じゃあ足元気をつけていきましょう。もう瓦礫が出てきましたね。はい、3階ここから先足元注意です。これは危ない。あっち。はい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 。OK です。じゃあ、早く見てましょう。はい。はい、4階。配管は大丈夫だね。配管は。これはね、これバットの部分ですね。ええ。あ、高い。いいかな。高いですか。高いよ。
というかもう破れちゃってますね。破れてるね。またカバー取れちゃってますよね。こっちが悪いかな。この辺が悪い。え、アイト取れましたけど、ちょっと散らしてもらいます。はい。はい。これ、ケース板飛んじゃってますよね。飛んじゃってます。はい。先生とが逆音。ちょっと。こっちも変形しちゃってますね。ゼロですよね。こっちもゼロ。はい。はい。10B。こちらが。A、補充水田ですね。はい。10。これ高い。20。推定取れますか。推定はね、電源がないでダウンスケールしてる。正常電源がなくてダウンスケールしてるみたい。電源がないからゼロかなと思ってますけど。20高いぞ。
え、ビール取りますか。はい。はい。はい。ない。はい。後ろが見えてる。はい、ダメですよ、これ。どちらもゼロでさせてますもんね。電源ないですね。完全にこれ。レンタ配管は。レンタ配管どれだ。わかんないですね。あれですか？あれ違うな。ちょっとあれだと下から照らしてもらってもいいでしょうか。これです、これ。もうこれらのハイコンが全然状態いいから、いいですね。これ取っときましょうね。これ電線管ですね。一番上のがいいのよ。何なの？いや、ベント配管らしくもの見えないけどな。この辺に破れてさそうな配管はない。ここの後ろ側だと貼ってるんですけど、あー、保温材かぶってるやつですね。あ、保温材が挟んでるやつ。どれどれ、これだ。あ、あれ、あれがそうなんですか。いやー、なんとも言えないけど保温材が邪魔だもん。でも配管ってあるんじゃないよね。あれしかないよね。ちょっと手前側を終えましたね。向こう側。
あの辺りの奥を照らしてみません？この、あそこですよね。あの上撮ってますもんね。はい、おで、向こうへ行きます、ね。そうだ、ちょっとでも取れる範囲、この範囲しかないですね。はい、うん、別にどうしたことないな、うん、全く健全に見えますね、うん、今いつですか？今ここ18分、うん、こっちは読めないですね。これだと読めないね。でもこれが明堂したらあれなんですね。まあなったら文化という。でも十六個出るとかも何もあるにしてるんですよね。ええ。わかるね。どれですか？あんなところかな？あの上の。マッチングトーンなんですね。あんなかなり上？いや、あれって。あれってあそこでなんか、細いあの茶色いあれですよね。あの茶色い本材が剥げてる。あれしかないですよね。あれしかないね、うん。でもあんな細いんですかね。うん。なんか細すぎるね。細すぎますよね。まあでも見えてるで、まあ来ないか。一番上の壁際のところで、はい、この台が少しずれてまして、あれが配管ぐらいだと思うんですけど、なるほど、電線管です。なるほど。ですね。うん。でもやっぱ大きく損傷してるのには見えなくて、こんな感じぐらいで、立ちじゃないのが大きいよ。
っとあの辺りのダクト照らしてもらってもいいですか。徹底的に壊してますよね。まあ、バサッかもしれないけど、あ、こっから先はバサッだもんね。でもやっぱり全然弱いですよね。ただこれと直接つながってるわけじゃないんだけど、サンバーもあそこだから、点検灯があれだよ。ちょっと照らしてみてもらってもいいですか、あそこの。もうちょっと、もうちょっと向こうです。そうです、そうです。あの、サンバーの、あ、そうですね。点検口かなり下げてるんです。点検口見えましたか。点検口あれですね。これズームってどうやるんだろうな、わかんねえな。あっちにある。そろそろでも行った方が良さそうですね。はい。で、一応さ、先行かねえと。はい。はいはい。危ねえっすね。あれですか？あれです、あれ。あの下に雑誌が見えるよ。じゃあ3階で確実に移動するようにしましょう。はい、Yeah.